え、この子元教え子なの？担任とかではなかったんだよね。屋上仲間っていうか。なんだそれ。え、この人ちゃんと先生やってた？大丈夫？全然大丈夫です。生徒にはすごく人気だったし。生徒にはね。え、どういうとこが？どういう、あ、生徒にコンドーム持たせようとするとか。マジかよ。え、親びっくりでしょ。揉めたよね。人がせっかく自腹で買ってあげたのにさ。でもさ、大人が正しく教えないからダメなんじゃん。お守りとして持っとけって渡したんだよ。教師辞めさせろってね、親から。あん時は大変だった。でも生徒が署名運動して、全生徒が署名して。すげえじゃん。まあね。いやー、にしても晴れてよかったね。ねえ、マジで何ここ、超気持ちいい。先生、今日デートで泊まりって。どうしたんですか？おめでとう。え？ふらららいらっしゃいませ。大人一名ですか？実在する映画館を舞台に描く奇跡の物語。ここはまだ何も始まっていない。大切なものを守りたい。浜の朝日の嘘つきどもと。